Girl, you should wear a name tag。こんにちは、永田です。今回は8月のお気に入りをご紹介していこうと思います。遅くなっちゃったんですけど、8月のお気に入りを紹介していこうと思います。もうすでに蓋をなくしてしまったんですが、長崎の五島列島のお土産屋さんで買いました。美女椿の保湿ミスト。美女椿って、まあ、美女って書いてるんですけど、美女椿振り仮名がってあります。これはオイルとその化粧水の2層のタイプになってて、振りかける前にこう振ってから使うものになってます。で、霧がとっても細かくて、なんかね、ちょっといい匂いがするんですよ。なのでお化粧する前とか、し終わった後とか、これを吹きかけて化粧を終わらせることもあります。これ本当にね、ミストが細かくって気持ちいいので、よく最近は本当によく使ってます。帰りが遅くなって、もうお風呂入るのもめんどくさいとか、お風呂入ったけどスキンケアするのが死ぬほどめんどくさいとか、そういう時に使ってるものです。で、これは朝も、忙しい朝も使ってるかな。ネイチャーコンクのモイスチャーゲル。これは化粧水、乳液、美容液、クリーム、パック、化粧下地の機能っていうのかな、わかんないですけど、6つの効果があるものと言われています。ね、本当にね、プルルンとしたゲルなので、つけた感じもすごくこうみずみずしい感じで、ベタつかないのですごく使いやすいです。きちんと潤ってくれる感じがあるっていうのと、まあ、足りなければ重ねて塗ったりとか、この辺とか乾燥しやすいので重ねて塗ったりとかしています。でもこれがあるとすごい安心するというか、美白有効成分と消炎有効成分配合されているので、まあ、私みたいにちょっと日焼けしちゃったお肌の人とかにもいいかなと思います。ネイチャーコンクの拭き取り化粧水の方は使ったことないんですけど、今度ちょっと挑戦してみたいなと思っているものです。次はリップケアのものです。すごい今更なんですけど、不老不死のリップ38度プラス5度のタイプですね。これは01番なのかな、プラス5度のタイプのものを私は使っています。これは、なんだろうな、ベースメイクが終わった後に唇に塗って、アイメイクとか他のメイクを済ませてリップを塗るように最近はしてるんですけど、すごく保湿力があるというか、なんだろうな、唇の縦じわが綺麗になくなっているような感じがするので、色がつくというか、まあ、プラス5度の色になってるかどうかっていうのはちょっといまいちわかんないんですけど、唇のあれもなく平和に過ごせているので、最近はこれを使っています。で、ピリピリしすぎたりとかすると、敏感肌の時期、生理前とか風邪をひいてる時とかに、そういうピリピリする系の使っちゃうと、私はヘルペスができちゃうので、なんでかわかんないですけど、できちゃうので、こういうのをピリピリしないけど縦じわが消えるようなグロス欲しいなと思ってたので、8月はよく使ってました。こちら資生堂のルージュルージュ BR322 番です。こういう感じのマットなブラウンリップです。すごく可愛い色。これはね、本当によく使ってました。可愛い。これは今日はちょっと明るいリップを塗ってるんですけど、これはね、本当に気に入って使ってます。で、これとの相性もすごくいいので、これを塗った後にこれを重ねると、まあ、そこまでマットになりすぎずに使えるので、すごく重宝していました。で、次、これも予想できるかもしれないんですが、セルフォークのインフィニトリーカラーの02番です。これはもう売り切れてて買えない、完売してしまってるそうなんですが、こういう感じのカラーで光沢感のあるカラーです。指にとって締め色として使う時もあれば、全体に塗ってオレンジブラウンな感じに使う時もあります。すごく可愛い色です。すごく気に入ってます。使いやすいアイシャドウです。これは本当に本当に本当に買ってよかったなって思ったアイテムです。はい、次は下地です。こちら、これはまだメイク動画では出したことないんですけど、去年も実は使ってました。セザンヌの皮脂テカリ防止下地と併用して、このメイベリンのドリームワンデイメイクアップベース01番ナチュラルというのを使ってたんですが、なんかもうちょっと滑らかだけどテカリにくい下地ないかなと思ってた時に出会って、去年めちゃくちゃ使ってたものなんですが、今年もやっぱり使ってみようと思って使ってみたら、本当に好きな感じだったので、これを8月のお気に入りにしました。セザンヌの皮脂テカリ防止下地ももちろんすごくすごくいいんですけど、私のあの下地が結構あれなのかな、もう劣化してきちゃってるのかわかんないですけど、結構ね、なんかね、ボソボソしてるんですよ。ボソボソしちゃってたから、ちょっともう寿命かなっていうのもあって、最近はこれを使ってます。
SPF18PA2+ しか入ってないので、日焼け止めはまた別で必須なんですけど、かなりこれは使えるので、値段1600円か1800円かそれぐらいだったと思うんですけど、ちょっとセザンヌの皮脂テカリ防止下地に飽きちゃったって人はちょっとこれ試してみてほしいです。じゃあ次は最後になります。最後はこちら、 Amazon のファイヤースティック、ファイヤースティック TV、Amazon のファイヤースティック TV を買いました。この全く使っていないテレビなんですが、でも Netflix とか Amazon プライムとかはすごくよく見てたので、まあせっかくなら、まあ小さいですけれども携帯よりは大きい画面で見た方がいいかなと思ってこれを買いました。 Apple TV もいいかなと思ったんですけど高いんですよね。なので断然こっちの方がお得だなと思ってこっちを買いました。これで最近は今更、とてもとても今更ですが、プリズンブレイクを見てます。まだシーズン1の10話ぐらいしか進んでないんですけど、ネタバレはしないようにしてください。まあ、あんなにたくさん人が死んじゃうとなんかもう心が痛くて辛いんですが、でも話の内容すごく面白いのですごい見ちゃってます。はいでは今回はちょっと遅くなっちゃったんですが、8月のお気に入りを紹介させていただきました。今月もまたよろしくお願いします。では今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。いつまで半袖着てていいかな。